1ヶ月後、室内はこうなりました。洗面所です。ご覧いただいたように、かつて生活用品や家具やいろんなものが置かれていた部屋、ゴミ屋敷だった部屋が空っぽになりました。ここの住民さんは1ヶ月前に私たちとお話をして笑顔だったお客様はこの1ヶ月の間に亡くなりました。ご家族の方もね、地方から駆けつけて来られまして、私たち今日もゴミ屋敷の掃除ではなくて遺品の整理を行いました。僕たちは遺品整理の業界っていうのはすごく参入障壁が低いです。古物商と、軽トラックがあれば、軽貨物自動車、軽貨物ですね、軽貨物があればできてしまうような、そんな体一つでできちゃう簡単な仕事と見られがちです。そして参入業者も、そんな感じの雰囲気で参入される方が多くいます。しかし、遺品整理っていうのはそのここに住んでいた方が生きていた証を僕たちの手で触れることになります。軽い気持ちで遺品整理をしてはいけないということを今回、さらに、その思いを深めているところです。うちの女性スタッフも、すごくこの住民の方が亡くなられたということを知って、本当にショックを受けて、そして、ぜひ今日、ここに来たいということで、まあ、一緒にいてます。笑い声が聞こえておりますが、奥の部屋でね、お客様と、ここの住民さんのお姉さんとね、お話ししています。ぜひこのお姉さんから、綺麗になった部屋を YouTube に残しておいてほしいということで今、撮影をさせていただいております。遺品整理っていうのは本当に簡単な仕事のように思えて、本当に難しい仕事だと思います。人の優しさに触れる仕事だし、人の悲しさにも触れる仕事です。時には
人の憎しみに触れる仕事でもあります。しかしその一つ一つが大事なものです。大切に扱っていかなければいけないと思います。まあ、これからちょっと、お客様とね、まあ、インタビューというとあれですが、少しお話を伺ってみたいと思います。